そうっす。あ、来た。来たね。あ、来た。次行きましょう。ちょっとこれ俺が言うな。ちょっとペース上げてった方がいいか。え、JP 何買った ?JP、はい、どうぞ。オーディアブニマーチ。これは小鼻毛ですよね。小鼻毛。はい。総裁時間の長い飛び道具を貫通してヒットさせた際に演出中に JP が行動可能になっていた符画を。あったー。これさ、はい、前修正されなかった。そうっすよね。あったと思います。え、でもなんか修正しきれてなかったのか、直ってないやんみたいなのを見ました。なるほど。まあ、これはそんな実践だと起きないんで大丈夫です。確かに表ストリボーグ、これはなぎ払いね、はいはいはい、回るやつ。初段をバーンと中の相手にガードさせた際、JP 側のドライブゲージ増加量が半分になってしまっていたため不具合を譲りました。バフかよ。え、バフじゃん。え、結構強いっすよこれ。それよりまずストリボーグ、強ストリボーグをジャスパした時に反撃できるようにしてるべきだろ。それはまずい。2段目ボーンとか言ってすっ飛ばされるんだよあれ。いや、よしよしっつって、なんかやろうとしたら、もう一回ジャスパ狙うべきなのかみたいな。そんな難しいこと毎回しないけど。無敵技打つとか。あ、まあそうだよね。そうそうそう。やべ、気まじい。あれは強いですね。チェルノボーグ、はいはい、これ SA 版の無敵あるやつです、うん、初段をドライブパリーした際にドライブゲージが増加していなかったため、ドライブゲージ増加量の配分を以下のように修正しました。へえ、こんなのあるんや。これもう俺嬉しすぎて、あの JP の SA 版をガードした時ってもう嬉しすぎて見てなかった、上の増加量。確かに、うん、いや俺もガードされたし終わったーって思いながら見てました。え、まあ、初段で増加した方が嬉しいよな。まあ、すぐに使えますから ね。これはナーフです。ナーフになるのか。マジか。え、知らなかった。うん、ラブースター、指パッチンの SA2 ね。マジでこれなくしました。でもダメですよ。なくしましたはさすがに弱いから。じゃあ新しいのください。だいぶ変わる。なくしたらラブースカは直動直後にのけずり時間が短い攻撃を打てると最終弾が発生してしまう不具合を。そんなの俺なったことないけど、どんな技なんだろうな。バグじゃん。え、だから攻撃食らっても残って消えませんよってことですよね。そうかそうか、そうっぽいね。これなんか実戦で普通にありそう。あったんだろうね、前までなんか。で、これ対戦中気づいてないけど、これあったかもしれない。確かに。だってなんか最終弾残ってる時ありましたもん。はいはいはい、食らってんのに。そう、健全じゃん。これザプリエット破滅だってやつですね。生産は、スタン状態かつドライブゲージが満タンの相手に対してヒットをさせると、はいはい、これなんかヒットした時点でバーンアウトが回復してしまう不具合を修正しました。まあ、でもこれはやっぱり JP 有利な、うん、有利というか、ん、JP 側これって見た目だけの問題じゃないのかな。バーンが回復してしまう、これなんかでもよくわかんないですね。スタン状態だから、はい、スタン状態は基本的にはゲージはずっと空の状態なんですよ、ドライブゲージで、うん、ヒットした時点でバーンアウトから回復して、うん、して演出というか見た目がもう回復しているように見えるっていうことでしょう、うん、それによる。あ、そこでもう SA… あ、そういうことか。そこから減るってことないか。そうかそうかそうか。でも減るだったらこれ相当なバグですよね。やばいね、そうだね、うん、じゃあ演出的な意味の見た目だと思うよ、おそらく。なるほどね。共通調整、後方の相手にヒットする攻撃の修正、うん、え、弱形とストリボーグ、うん、後ろに当たったんだね、ストリボーグ。え、これストリボーグなんか実戦でありそうなんですけど怖いな。まあ一応ナーフということで。怖い。あ、出たー。これバーンアウト中のドライブゲージ増加量、以下の技に関してバーンアウト中の相手にガードさせた際の相手のドライブゲージ増加量を修正しました。トルバラ、これ中は中段攻撃で、今日は下段、下段、ね、倍になりました。あ、ラブーシュかってドライブ全然増えてなかったんや。これ SA2 の方はこれちょっと影響ありそうですね。うん、え、だっていっぱい出ますからね、ラブーシュか。中段、下段、中段の部分が1回ずつ相手のドライブゲージがちょっと回復増えると、うん、じゃあ500から1000になったんで、でも健全な調整ですね、これはね。で、ジャストパリーは、まあ、なんかあったらしいですと、うん、まあ、だから中下でたくんのがちょっとやりにくいけど、やりにくいってことはないのか、まあ、ゲージが回復するってことですよね。相手のドライブゲージが、若干、まあ、本来はそこで回復せんとこでして、まあ、パリーができるとかね、途中から。そうですね。感じか。
まあ、途中でバーンアウトが回復しきっちゃうとか、そう、あ、そうそうそうですね、無理ですよてな感じみたいです。なるほど、怖ー、でもどっかで引いたら嫌だな。まあでもね、やっぱバーンアウト中は割と今後ちょっと変わってくるかもですね、うん、剣も JP ももしかしたら、まあそうだね、変わったんですか、売ってる側はちょっと変わったんですよこれ、うん、ちょっとこれだけで済んでよかったな、これオーリーアムネジア投げ無敵もしかしてって思いましたもん。これひょっとしたらでもあるかもしれない、なんかあのえネタバレ禁止みたいなのでさ、はい、なんかあのなんだっけな、えネタバレ以下ネタバレ禁止のため反転させてくださいみたいなのってインターネット上にあるの、はい、なんかあるじゃんそういうさ、ああでその下下、ね、ここより下はネタバレなので、なんかそうあのドラレビューとかにあるやつだ、はい、黒くなってるやつ、あぶり出し的な、じゃあその、はいはい、ラブしかじゃないですか、ちょっと全部冗談にしましたっつって、ないか、しかも多分冗談でも強そうなのがやばい、ラブしか、JP はこんな感じと、え、俺これその話ぶったげっちゃうんですけど、うん、ラブしかのやつ見ていいですか？え？バーンアウト中のどんぐらい増えるのかなみたいな、あ、これ？あ、そうそう、ゲージが？え、どんな感じなんだろう？まあ、500から1000だぞ。さっきコメントには1000じゃなくて5000にしろってあったの。5000にしろってあったの。5000はこれはトントンで回復でしょ、だってちょっと、まあ、全部ガードでいいか、はいはい、大丈夫、こう、はい、1段目は変わらない、え、あ、これ大丈夫だわ、うん、あんまり元々がね500だったから、元々が1000で2000とかだったら、トルバランどうすか、トルバラン、シュートルと、あ、これ大丈夫そうだな、あの結構回復してるね、うん、あ、このキャラは安泰そうですね、よかった、1年間安泰でよかった、あ、まあでも確かにこれ変わりそうですか、うん、だって、まあ、言うたら結構 JP ってあのね、バーンさせた相手に対してこういうので結構、まあ、大体こっちだからね、あれ遠距離とかの削りでちょっと回復しやすいとかあるから、うん、そう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 、確かにこれはある、そこら辺だろう、ね、250削れるし、うん、いいかなっていう、強いからね、JP はそこら辺まあ強いでしょうね、